シャックです。マッツンです。今日のテーマは何が本当レイカーズ起きてることまとめ。聞いた、噂が飛び交う。昨日ね、選手の記者会見終わったんですけれども、長かったやろ、レブロンだけ異常に。その内容が各選手で結構食い違ってたりとか不安。あと早速次のヘッドコーチの噂もね、いろいろ出てきてます。あ、そうや、新しい人入れなあかんもんな、おらんから。なのでね、今日はそんなね、レイカーズに今起きてる噂一気にまとめて皆さんにお届けしていきたいと思います。イエーイ。そして僕たち今コロナ期間中なんで、今日もリモート形式なんですけれども、今週16日土曜日から対面収録再開させていただきます。よっしゃー。今日も皆さんぜひ最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだの方忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。レイカーズはね、昨日噂されてた通りフランク・ボーゲルの解任が決定しました。噂が本人に行く前に出るっていうな。そうやね、その解任の話も本人に直じゃなくて一旦メディア通して彼にっていう。めっちゃ嫌ちゃうそうやね、本当にちょっとある意味なんていうかな、陰湿っぽいって捉えかねられへんような伝わり方やってるけど、これでね、やっぱフロントがボーゲルのことをよく思ってなかったっていうのはやっぱ明らかになった。いややな、こんなお別れ方は。もともとさ、2シーズン前優勝したのに、その次ね、1年契約しか提示されへんかったから厳しい。継ぎはぎチーム優勝させたのすごいけどね。そうやね、なのでその、もともとその今に始まった話じゃなくて、ボーゲルに対してヘリンカとの関係性っていうのはあんまり良くなかったんではっていう話がされてるからね、こんなチームを優勝させてくれたっていうのはもう本当に感謝でしかないんだけど。いや、ほんまありがとうやね、ほんま素晴らしいよ。いや、もう次引く手あまたやと思うんでね、もう次のチームでね、もうほんまにレイカーズ見返してほしいよ。もう次レイカーズと当たってボッコボコにしてやれ。いや、ほんまにね、もうそれはね俺も許す今の感じを見てるとパチパチパチ。そんなね、ボーゲルが去った後、その後任に誰がなのかっていう話がね、今早速いろんなヘッドコーチの噂が出てます。早速ね、今噂になってる現在の NBA コーチをちょっと順にまとめていくと。おー、いいね。まずラプターズのニック・ナース。あ、ニック・ナース。そしてジャズのクイーン・スナイダー。そしてシクサーズのドック・リバース。あ、ええー、とこばっか狙いに行くやん。信じられへんような名前がめっちゃ連なってますそもそもまずニック・ナースから行こうか。そうしようまだあと契約2年残ってるから。いや、無理やん。もともとね、レイカーズとしてはラプターズがね、プレーオフでポシャった場合狙いに行こうっていう話だと思うんだけど。あ、なるほどね。そもそもあの戦力でブルーズ超えの10位に行ってる時点でポシャルってないから、ね、ないないね、もうポシャルがないな、成功やね。むしろ評価爆上がりやからちょっと落ち着いてほしいのと、しかも主力のほとんどがラプターズってもね、20代前半。こっからやんな、彼ら。チーム作っていくにはめちゃめちゃ楽しみなフェーズやん。しかも GM はリーグトップクラスに優秀な、やっぱウジリ。そんなとこ出ていくわけないしな。そう、出ていくわけがないよ完全にレイカーズに偏りすぎた情報やと思ってそのメディアは信用ならんなそうそうそう、ポシャったらって何をポシャんねん現実を見てくれっていう話。レイカーズファンなんちゃう、そのメディアそうなんや、ちょっとそれあかんと思う。入ってる入ってる。そしてジャズのね、クイーン・スナイダーさんは元からちょっとナースさんの話が出る前から言われてたけど、噂出てたね。今回ね、ボーゲルさんへのその対処を見て、クイーン・スナイダーさんも完全にモチベーションが下がってくることはないだろうって話が言われてる行きたなよな、そんな存在に扱うとこに。ほんまそれは間違いないキャリアを壊しかねへんから。いや、ほんまやんな。ボーゲルさんまで優勝できたからええけど。そうね、ドックに関してはありえるかもしれんねんけど完全にこっちから願い下げっていう話。なんかドックはな、しれーっとやってきそうな感情がすんねんけど。ツースってくるよ、ツースしちゃうねこっち側からちょっとご遠慮いただきたいっていうかドック人気ないんや。しかもさ、3人の名前が今 NBA の監督からは上がってんねんけど、今のレイカーズの状況を見て絶対に行きたいって思う監督っておらんと。特にベテラン勢は行かへんやろな。ベテラン勢は絶対行かへん。若者でさ、監督になりたいんやってやつは来るかもしれんけど。
あ、そうそうそう。あとはそのカレッジとかの監督やってて、ちょっと NBA でね、こっから入っていきたいとかあるかもしれない。あるかもしれんね、それは。実際今、ミシガン大学のジュアン・ハワードの名前も上がってる。もう知らんぞ、俺そんな人。このジュアン・ハワード、もともとね、NBA でも活躍したフォワードで、まあ、俺も大好きな選手だったんですけど。全部好きやからな。今回ね、自分の母校のミシガンを率いて NCAA トーナメントでも、セカンドラウンドでね、デュークには負けてしまってんけれども、まあ、ミシガン大の監督。しかも実はこのジュアン・ハワードって、自分が大学生の時代、ミシガン大であのクリス・ウェバーとか、ローズとかいたな、ファブファイブって言われた中でやっててんけど、実はロブ・ペリンカもチームメイトやってん。あ、そうなん。そうやで。ペリンカやってたんや。ペリンカ、そうやね。カレッジまでやってました。しかも結構強いやん。そう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 。あの時代、しかも NCAA でペリンカは一回優勝してるから。あいつすげえ。そう。今ディスられてるけどすごいんや。そうやね、あのハーフファイブって言われたガチな時はミシガン優勝してないんだけどその前にペリンカ優勝してるって。あ、すげえなっていう形で、他にもね、例えば今回デュークの監督引退したコーチ K だったりとか、うん、ケンタッキーの監督ジョン・カリパリみたいな話も出てるけど、そこはありえへんと休ましたってほしいよね。そしてここに来て、なんとレブロンがマーク・ジャクソンをね求めてるって話が今出てます。 GM レブロン出てきた。いや、そうやね、また出てきてもうた。今マーク・ジャクソンって ESPN の解説務めてんねんけど、もともとさ2011から14年まではウォリアーズのヘッドコーチをやってた人。もう優秀やん。ほな、スティーブ・カーの前の監督で、実はウォリアーズの今のあのディフェンスシステムを作り上げた、その基礎を作った人がマーク・ジャクソン。じゃあな、歴史界で出てきたな。そう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 、この辺ね、まだ歴史界の見てない方はぜひ見てください。見てください。そしてね、オフェンスでもハリーとクレイを生かすためにエレベータースクリーンっていうのを結構ね、チームでも導入してやってた人で。あ、なんか新技を入れてきたんやな。これすごい俺も好きやってんけど、2人のスクリーナーが立ってて、そのスクリーナーの脇をハリーかクレイが通って、通った後にその隙間を2人で閉じるっていう。あ、挟むやもん。そういうことか。そう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 。だからエレベーターなんやな。あ、そう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 。あ、なるほどな、わかりやす。そう、当時その時が確かアンドリー・ボーガットとデイビッド・リーとかがすごい塗り壁の役をやってたけど。いいね。っていうようなディフェンスだけじゃなくて、結構オフェンスもね、すごいシステムを作ってきた人なんで、実際レブロンがそのマーク・ジャクソンを求めてるって話が言われてる。これしたいんやな、いつも。いや、しても外から打ってるやつおらんから。ほんまやな。ただマーク・ジャクソンって結構選手との関係性作るのがすごい長けてるって言われてて。あ、やっぱレブロンもいろいろ意見言いたいタイプやからねっていう話もあると思うけど、とはいえね、そのウォリアーズの監督じゃなくなった、ウォリアーズの監督解雇されたっていうのは、どうやらフロントとなかなかうまくいかんかったっていう話も言われてるから。あ、結構ガが強いんかもしれんね。それがまたレイカーズに来たらもっと難しい、うちのフロントとうまくいくのか。ほんまやな、むちゃくちゃになりそうやな。せやねん、俺らも噂会いっぱいでるでも。そう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 。なんでね、結構誰が来ても割と世話しない状況になります。もうぐちゃぐちゃやからな、基本的に。 GM のペリンカ曰く、次のねヘッドコーチは今年のドラフトまでにやっぱ探す予定って話を言ってて、早押せな。ほな、その次の監督は選手にもやるべきこととやらないべきことをしっかりと伝えていけるような監督を探したいって話を言ってて、ペリンカこれミスったら次自分がぶっ飛ばされるわ。そうやね、まあ本来はもう早く自分がぶっ飛ばされてほしい。なんか知らんけど守りきったからな。ペリンカが出てたところで今誰も出す選手おらんから、誰が来ても難しい。逆に短期間で言うと。そうやな。っていう形で結構ね、次の監督がもう早くもいろいろ噂をされてんねんけど、昨日の選手のインタビューで気になったのはラスに対する他の選手の発言と、ラスの発言がね、いくつか気になるポイントがやっぱあった。あ、そごってた。特にさ、エブロンとか AD は開幕前からさ、ラスにはラスのままでいてくれって話を言ってた。あ、もう自由にやれみたいなの言ってたよな。ただシーズン後の記者会見 AD の話を聞いてると、自分がレイカーズに来てレブロンと一緒にプレーできるように変わったように、ラスにはもっと変わってほしかったって話です。今さらお前らふざけんなよって感じやろ。ほんまにっていうね、 AD も欠場しまくってたとは人の話を言えへんお前ら、お前はまず怪我をするな。もう犯人探しをすなっていう状態ではない。お前一回もう忘れてみんなも。でそしてラス自身もレブロンとか AD から別に自分らしくあれって別に言われたわけではなかったって話が出てた。あ、言われてないの。そうね、だからここの真相が何が本当かっていうのが分からへんのね。ほんまやな。この食い違いの発言でやっぱ分かったのは、間違いなくそのチームのケミストリーはずっと出来上がってないまま
やっぱシーズンを終えてしまったっていうのは多分間違いない。ただ自己犠牲ってワードだけ共通されてたんかなそこだけ一致してたんかなみんな。そしてねラストでもう一つ気になったのはやっぱ自分自身に公平なチャンス与えてもらえなかったっていう話も言ってて、あチャンス少ないと。特にね今回ラストはボーゲルさんとのやっぱ関係性がどうしてもうまくいかなかったり、あなんかてのはボーゲルはみんなで走れてたけどラスは運びたかったんだとか記事見たよ。そうっていう話があったりとか、一時期はねそのボーゲルさんがラスをベンチ起用にしようとしたけどあったな、本人が反対した、まあ当然それはフロントも反対したみたいな話もあんねんけど、やっぱなかなかねここがうまくいかなかったっていうところを含めるとチーム全体そして選手とやっぱコーチ陣っていうところもなかなかやっぱ課題がずっとあり続けたんじゃないなっていうポイントです。そんなラスのね来シーズンレイカーズに残るのかどうかっていう話なんだけど、やっぱまだプレーオプションは行使するかちょっと今考えてるって話を言ってた。まだ考え中？しそうやけどな。そうやね。まあ、ただレイカーズのフロント的には引き続き当然ビッグ3は解体していって、で当然ラスに関してはできればどっか出したいって話は絶対思ってると思うんだけど、まあ行使してもその後トレードでとかね。でそんな話の中で今ラスのペイサーズの噂がね入ってきてます。フォーネッツに続き次ペイが来た。ペイそうそうそう、もともとペイサーズって昨シーズンからブログドンをねトレード候補として考えてたように、ブログドンをトレードアセットに考えてるみたいな。そしてそのためにはブログドンとあとバディヒールド、この2人でオファーするかもしれんっていう話が言われてる。それとラスビュン、ただこれもあのレイカーズ側に寄りすぎてる噂でレイカーズ別にいらへんやろ。そうやねそうやね、くれるんならめちゃめちゃ欲しいよ。なんだろう、そうやろそうやろ。確かに2人はさ契約長いけど、やっぱとはいえブログドンなんか俺がいやほんまめっちゃ現役好きな選手トップ10に入ってる人やめちゃ嬉しいやんな。でバディヒールはもともとさ今シーズン始まる前にクズマとのトレードの噂もあったぐらい。あほなほな、もともとずっと寝ろっとんなら寝れてんねん。ただペイサーズって来シーズンはねアリバートン、デュアルテがいる中でラストを取りに行くっていうのはもう全く予想できん。まあしかもベンチからは嫌なんやろラスは。そうやね。いや難しいってむずいよな。しかも監督のリック・カーラルと絶対合わへんからそもそも絶対合わへんほんまにボーゲルさん以上に合わへんのちゃうかなと。あそんなに噛み合う感じないんや。結構カーラルさんっていうのは割と緻密に作っていく感じの人ではあるし、あなるほどね。しかもオフェンシブっていうのはディフェンシブな人でもあるから。無理やな。そうやねなので完全に噂は出てってんけど、明らかに可能性としてはないトレードやと。ラスの場所やっぱジョン・ウォールとこれしかないってもう俺らももう別に混んで良くなってきてるけど結構整いかけてるし、がっつりジョン・ウォールはプレーオプション行使したとホテルのプールで楽しんでたよ。あの野郎沈めてやろうか素人 NBA。 そんなラスのねこのトレードの噂多分これからもっともっといろいろ出てくると思うんだけど、シモンズぐらい出るんちゃう。もうそうやね、だから去年のある意味ちょっとシモンズ化してしまってるよて話題としては、ね、途中で俺らにも飽きられてくる。なのでねこっからね何が本当で何が嘘なのかっていうのはしっかりと情報を見ていきながら僕たちも皆さんできる限り噛み砕いて発信していきます。ありそうなやつをなるべくね。どっちにしてもねそのラス以上にやっぱ今週は文句を絶対引き止めなんだ。まずそっちやんな、いかんといてくれと。ただ文句としても去年ねどっからも声かけてもらえなかった中で唯一レイカーズは声かけてくれたと。あじゃあ愛を感じてるわけやね。そうやね、なんかお金じゃなくてぜひ残留したいって話を言ってる。これめちゃくちゃポジティブ。おいいね。でも安すぎたら怒り出すよ。いやーだからそこがちょっとどうなるかねどのレベルかがやなそしてねやっぱスタンリー・ジョンソンも残したい選手なんで、あ置いときたよ、まあ、この辺のこっからのねオフまたレイカーズの話題尽きないと思うんだけど、どうなってくるかめっちゃ注目です。そしてその他気になるニュースで言うと、今日といえばプレインがありました。よっしゃ俺は2試合連続で見てきたよ。朝8時から起きた。起きた。えらいやん。楽しかったよ。まず1試合目ね、ネッツ対キャブスやけれども115対108でネッツの勝利という結果。いや素晴らしい。いやでもキャブスもすげえ頑張ってたよ。最後めちゃめちゃ追い上げてきた、ね、惜しかったね。ガーランドはほんまオールスターやなっていうパフォーマンス。いや彼いい経験できたよ。うん、いやいや絶対にいい経験できたし、来年怖いぞ。ラブもなんだかんだけどダブルダブルでしょ。いやラブ燃えてたよ。ただねやっぱネッツの昨日も語った最強攻撃ビッグデュオ2人がやばかった。いやもうなんかチーム連携とかじゃないね。そう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 、すげえわ。今日何、カイリーが34点、KD が25点。カイリーだって12本連続ぐらいフィールドゴール入ってたよ、ノーミスで。ほぼほぼ外さんかったよ。あれすごい。クォーター終わった後にはブザービーターとか。
いや、かっこええわ、あいつら。そしてね、地味にブルース・ブラウンもね、今日すごい点としては取ってたから。エッツはこれで、次、ボストンと。いやー、面白いね。おもろい。しかもさ、ボストンのウドゥカって昨シーズンまではネッツのアシスタントコーチだったから。若干作戦じゃ知ってるやん。そうやね。わあ、おもろ。ここがどうなってくるかやね。ちょっと楽しみ。アービングも、フルスやんけ、アービングも。そうやな。なあ、おもろいな、これ。ロゴは踏まんようにしてほしい。お前意図的に踏んだらあかんな。そして、2試合目。これが熱かった。いや、これ、俺の予想当たりましたか。あ、お前ね。今日2試合目、クリッパーズ、ウルブズありましたけれども、109対104で、ウルブズが勝利という結果。よっしゃー。タウンズが切なかったけどね。いやー、そやな。最後のファールアウトした時のファールはいらんかったな。リバウンドの時変なファールしがちかもしれない。あ、ちょっとね、前半フィールドゴールも力入りすぎてたんか完全に不調になってたから。めっちゃキレてた。最後ファールアウトした後のジャージをこう着る時がめっちゃ切なかったよ。あんな可愛い顔してたな、ジョンって。あれね。けど他の2人を、ディアンジェロ・ラッセルが29点、アンソニー・エドワーズが今日30点。いや、エースになっちゃったね、今日は。この2人がだって4クォーター最後から一気にオフェンス引っ張ってた。いや、すごいすごい。ちょっとタウンズはプレーオフで頑張れ。そしてやっぱりね、ベバリー。優勝したみたいになったんで、最後。そう、最後優勝したみたいな。感極まって、男泣きしだからね。最後も勝った瞬間スコアテーブルの上に上がってた。上がった上がった。もうエナジー爆発。ヒート試合のウェイドかみたいなさ。なんだ引退するんですかぐらいすごかった今日。まだ引退すないいう話だそんぐらいね、魂入れてたのな今日の試合。いや、最後ね、残り4分ぐらいで実際ポール・ジョージにマッチアップしだしてからはやっぱシュート全然入らなくなったから。素晴らしいよ。いやー、これウルブズ次2位のメンフィス。熊と狼ですよ、ここ。確かにね。熱いぞ、これ。これ、結構分からへんかもしれん。ジャオ・エドワーズが食うのか、みたいな。これ、結構分からへん勝負かもしれんわ。若いし、お互い。せやな。以上、今日のプレイインのニュース。そして、レイカーズの何が本場で何が嘘やねんという話について話してきました。あなたは、レイカーズのヘッドコーチ、次が誰になると思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして、僕たちは明日以降も皆さんに楽しんでいただける動画どんどん出していくんで、この動画見ていただいている約 40% の方はおそらくまだチャンネル登録されてないと思うんで、この動画見終わったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。その他メンバーシップでは月1本マニアックな動画出してるんで、気になる方はチェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか？なりましょう。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。明日も早起き。プレイ羨ましいわ。